ジャガイモを食べる人々とは、1885年に、フィンセント・ファン・ゴッホによって描かれた絵画。オランダの入念在住時に描かれた、ゴッホの画家としてのキャリアの初期の頃の作品である。入念在住の期間に制作された作品の、作風から、ゴッホの暗黒の時代とか、薄闇の時代などと称されることがあるが、その時代を代表する作品とも言われる。 オランダ・アムステルダムのゴッホ美術館像。ゴッホは、パリ移住前の時期、及びサンレミド・プロバンスで療養中の時期などに、農民、食行などテーマとして取り上げている。それは、ゴッホの宗教観から生まれる、我が手を汚して働く人々への尊敬によるものという、説がある。ゴッホは、書簡では、 ジャガイモを食べる人々がその手で土を掘ったということが伝わるように努めたと書いている。この作品については多くの修作が知られ、リトグラフが複数存在する。また、農民の顔を描いた修作もあり、そのうちの一つが広島のウトアン美術館に収蔵されている。ありがとうございます。